暮らしと健康企画の元気丸ライフ、今回のテーマは熱中症です。梅雨が明け気温が高くなると心配される熱中症、症状や対策を専門医に聞きました。まず熱中症っていうのは高温多湿な環境の下でその体温の調節がうまくいかなくなって、いろんな症状を引き起こす病気のことを言います。私たちの体は気温が高かったり運動するなどして体温が上昇すると汗をかいて体内に溜まった熱を体の外へ逃がします。そうすることで体温を一定に保っています。しかし気温や湿度が高かったり風が弱かったりする環境では汗による体温の調節ができず体に熱がこもってしまい熱中症になります。まず初期としてはやっぱりめまい、立ちくらみ、ふらつき、あとは筋肉のこむら返りですね、あと大量に発汗したりとか、そのあたりが初期の症状として現れます。軽症の場合ではめまいや立ちくらみ、筋肉のこむら返りが起こりますが、中等症の場合は吐き気、頭痛、体がだるいなどの症状が現れます。そして重症の場合は意識がない、体が痙攣を起こす、体が熱いなどの症状が出て最悪死に至る場合もあるということです。まず熱中症っていうのは体に熱がこもってしまう状態のことなんですね。でそこが全ての始まりですので、やはり環境を整えると、いかにその高温で多湿な環境から身を守るかっていうことの方がより優先されます。体に熱がこもらないようにエアコンや扇風機を使って環境を整えましょう。エアコンなどがない屋外では直射日光を避けることが大事だといいます。日陰を歩いたり帽子をかぶったりすることで熱中症になるリスクを下げることができます。体を冷やす際は太い血管がある静脈を冷やすのが有効だといいます。両側の首筋や脇の下、足の付け根を冷やしましょう。たくさん汗をかいた時には水分補給を忘れてはいけません。汗として体の水分が失われると脱水症状になります。また汗と一緒に体の塩分が流れ出るので水と一緒に塩分の補給もしましょう。ここ数年、3、4年ぐらいですかの方が患者さんの数は増えていることは確かですが、やはり真夏、猛暑、暑い年は確実に患者さんが増えていますので、過去3年間の5月から9月までに国内で熱中症で救急搬送された人の数です。去年は7月で2万7209人、8月で2万252人、7月、8月合わせておよそ4万7000人と、去年の熱中症の患者のおよそ6割が7月と8月に救急搬送されています。岩手県内でも救急搬送された患者は7月と8月が圧倒的に多くなっています。特に最近ちょっと注目したいのは熱中症で亡くなる方が近年増えて、以前よりも増えてきているということは注目すべきところかなと思います。2000年から2020年までの熱中症により亡くなった人数と65歳以上の割合を示したものです。亡くなる方の人数、65歳以上の割合、いずれも右肩上がりで増加しています。高齢者の対策も基本的にはエアコンなどを使って環境を整えることですが、一番は家族や身近な人が高齢者の体調や様子を気にかけることだといいます。
そして新型コロナが5類に移行して初めて迎える夏、気をつけることとは。やはりコロナ禍の生活っていうのは、活動量も減って、運動量も減って、基礎体力が落ちて、体がこう暑さに弱くなっているという状態だと思いますので、徐々に活動は今行動制限がなくなって、割と自由に動けるようになりましたけども、一気に活動するのではなくて、徐々に体を慣らしていくということが大事なのかなと思います、常に部屋には空気を取り入れる、そしてこまめに体を冷やすようにする、基本的なことが大切ですね。そうですね、そして熱中症対策、やはり十分な睡眠であったり、十分な食事、そして適度な運動も大事だといいます。暑い夏本番、皆さんも熱中症に気をつけて楽しい夏にしましょう。以上、今週の元気まるライフでした。